どうもこんにちは、キングヒデです。今回はですね、ルナシーの深夜とですね、元シャムシェードのジュンジのですね、ドラムの師弟対決っていうのをですね、テーマで話をしていきたいと思います。まあですね、ファンの間ではですね、すごい有名な話なんですけども、ルナシーのドラマーの深夜とですね、あと元シャムシェードのですね、ドラマーのジュンジのですね、2人はですね、昔インディーズ時代からですね、師弟関係がありまして、友達と言えば友達ですし、師匠と弟子っていうですね、そういった上下関係ができていてですね、昔から交流があったんですね。で、すごい長い歴史というかですね、高校生、順次とかが高校生ぐらいからずっとお世話になっているらしいので、おそらく30年ぐらいはずっと付き合いがある二人だと思うんですけども、インディーズ時代にですね、ルナシーのローディーとしてですね、深夜のドラムの機材周りのですね、お世話とかですね、をしながら、直接ドラムのテクニックとかですね、アドバイスなんかを受けていたという感じですね。で、深夜に関しましては、ルナシーがですね、デビューする前、インディーズの頃からですね、かなりドラマーとしてはですね、群を抜いてテクニックとかありましたし、あとかつセンスもありましたので、周りのバンドと比べてもですね、一ドラマーとしてはですね、すごいピカイチな存在で群を抜いていましたので、他にもですね、たくさん弟子が、ローディーがたくさんいたそうなんですね。で、そのたくさんいるローディーの中の一人が、ジュンジだったんですけども、今回はですね、師弟関係ですね、深夜とあと順次のですね、ドラマ対決をですね、実際のところどっちがうまいのかっていうのをですね、個人的に検証していきたいと思います。で、もちろんですね、音楽の良し悪しとかですね、実力なんかに関しましては、スポーツのようにですね、はっきりと、勝ち負けがですね、はっきりしている世界ではありませんので、なかなか判断が難しいところだとは思うんですけども、できる限りですね、見える化してですね、あくまでも個人的な意見ですけども、カテゴリー化してですね、ドラマーとしての実力をですね、視覚化して、検証していきたいと思います。まずですね、4つのカテゴリーで分けて対決をさせていきたいと思います。まずですね、演奏テクニックで、リズム感、グルーヴ感、あと音楽センス、あとライブパフォーマンス力のこの4つでですね、どっちがですね、総合的にうまいのかっていうのをですね、やって比較していきたいと思います。まずですね、演奏テクニックですね、ドラムの演奏、技術に関しましては、もうこれは言うまでもなくというか、ある程度楽器をやってる人からしてみれば分かってしまうかもしれないんですけども、弟子であります順次の方がうまいですし、かつテクニック的に難しいことをやっているという感じですね。で、これに関してはそれぞれルナシーとシャムシェードのバンドカラーの違いとか問題もありますけども、やっぱり手数とかですね、あと変拍子とかですね、ツーバスフレーズの組み立てのやり方なんかを見ていてもですね、分かりやすい難しさというかですね、うまさがですね、順次の方はあるんですね。やっぱり1曲コピーをするのに関しましても、苦労するのはですね、順次が叩いているフレーズだったりですね、そういった方が、やっぱりテクニック的にはですね、難しいことをやっているっていう感じなので、なのでそのあたりは一つの曲をコピーするのは順次の方が大変だなと思います。で、次にリズム感ですね、グルーヴ感、これはそのドラマーとしてその命というかですね、めちゃくちゃ大事な重要な要素なんですけども、やっぱりただ単に、テクイドラマーというかですね、うまいだけだと、ドラマーとしての魅力は欠けてしまうんですけども、いかに乗りやすいドラマーとの差をつけるためのですね、大切な要素がですね、グルーヴ感とかですね、あとリズム感が高いレベルで持っているっていうのを比較しますと、これに関しましては、個人的には深夜の方が上だなと思います。というかですね、これに関しましては、深夜のですね、リズム感、グルーヴ感に関しましては、世界基準で考えても、トップクラスのレベルだと思いますね。で、やっぱり超シンプルな、本当ドラム始めてですね、なんていうんですかね、1週間とか2週間とかの始めたい人がですね、叩けそうなシンプルな8ビートとかですね、あと16ビートを、同じフレーズを叩かせたとしてもですね、心地よいノリとかですね、あとグルーヴ感、あと歌心があってですね、かつその気持ちよく、歌を聴かせてくれる曲の雰囲気とかっていうのは、やっぱり深夜の方がですね、群を抜いてうまいなっていうふうに思いますよね。で、なんでそこまで深夜はそのシンプルなフレーズでも歌心があってですね、そのノリのいいドラマなのかなっていうのをその推測してみますと、彼ってもともと
部類のお祭り好きで、その、まあ、親両親確かお父さんがですね、その和太鼓を昔から叩いていたっていうのも影響があったとかも思いますし、そういった日本の、舞踊とかですね、和太鼓とかにですね、小さい頃から精通していてですね、やっぱりそのあたりの、まあ、和太鼓を昔から叩いていたこともですね、おそらく音にですね、まあ、命とかですね、表情とか表現力を乗せるっていうのがですね、まあ、少なからず、まあ、センスとしてというかですね、まあ、ドラマーとしての素養としてですね、身に磨かれていたのかなと思います。で3つ目のですね、対決の要素が音楽センスですね。やっぱり、まあ、ドラムに関してはその何をもって音楽センスが高いと感じるかっていうのはですね、まあ、ちょっと人それぞれあるかと思うんですけども、まあ、やっぱりその個人的に思うのはベーシストとの絡みがですね、とても重要なので、まあ、コンビネーションですね、が大事なので、まあ、それで、まあ、音楽センスどちらが高いのかをですね、比較していきますと、まあ、これに関してはですね、まあ、正直両者とも甲乙がつけがたいっていう感じですね。まあ、2人とも、まあ、深夜もですね、あと順次もですね、そのすごく緻密に考えて、まあ、ベースとのですね、まあ、コンビネーションプレーをですね、考えてフレーズを組み立てていますし、かつですね、まあ、歌の、まあ、ボーカリストの歌メロのメロディーラインをですね、いかに引き立てて、まあ、自分がですね、そのわびさびというかですね、まあ、ボーカルを盛り上げる引き立て役としてですね、まあ、フレーズとかですね、まあ、リズムの土台を作っているっていう感じなので、なのでこれに関しましては引き分けっていう感じでしていきたいと思います。で最後のですね、ライブパフォーマンス力ですね。まあ、バンドの中ではその一般的にはドラマっていうのは、まあ、花形楽器とは言われないので、そのいかにですね、一番後ろでその目立ってですね、目立ってというかかっこよく叩けるかっていうのとかですね、あといかに人を引きつけて、まあ、ドラムをやってみたいとかですね、その、まあ、彼のステージングとかを見てどれだけドラムに憧れを、まあ、他のギターとかですね、ベースとかですね、ボーカルと比べてもですね、ドラムを叩いてみたいって思わせるかっていう、まあ、魅力だったりですね、カリスマ性があるのかっていうのをですね、もう検証していきたいと思うんですけども、まあ、これはですね、完全にというか個人的な圧倒的に深夜の勝ちかなと思います。でまあ、ちょっと本人には申し訳ないんですけども、まあ、決してですね、まあ、ルナシの深夜に関しましてはルックスがかっこいいっていうタイプではないと思うんですけどね、結構ダウンタウンの方にブーちゃんとかっていじられたりですね、まあ、結構太っているのでまあ、いじられたりですね、まあ、正直そのバンドマンとしてもですね、まあ、ルックスが決していい方ではないと思うんですけども、ただですね、ドラムを叩いている姿とかですね、ライブパフォーマンスに関しましてはマジでめちゃくちゃかっこいいんですよね。なのでその、まあ、彼のですね、まあ、叩いてる姿はですね、その、まあ、表情も楽しそうに弾きますし、かつ圧倒感というか、ですね、そのオーラがですね、すごいんですよね。なのでそのあたりのライブパフォーマンス力はやっぱり深夜の方がですね、上かなと思います。でですね、最後にですね、まあ、以前ですね、まあ、特番でやっていてですね、まあ、深夜が語る、まあ、プロになるための条件っていうのですね、ところをですね、まあ、結構、まあ、印象的な言葉がありましたので紹介して終わりたいと思います。でインタビュアーの人がですね、まあ、こう質問したんですね、まあ、これだけ、まあ、栄枯盛衰の激しい、まあ、音楽業界で、まあ、特にバンドとしてですね、まあ、生き残っているのは、まあ、努力、根性を超えて、まあ、天才性みたいなものがあるんですかっていうふうに質問したんですね。でこれに関して深夜がこう答えたんですね。バカさが必要だよねと。自分がプロになると言って一滴の疑いがあったらできない、それに対してっていうふうに言ったんですね。もうこれ超シンプルな言葉なんですけども、まあ、本当深夜らしい言葉だなと思いましたし、まあ、素直に結構心に響きましたね。で確かにその、まあ、特にルナシーっていうメンバーはですね、5人のメンバー誰一人としてですね、その疑いの心があるようにはですね、ステージングを見ても思いませんし、かつやっぱりその、まあ、自信とかですね、プライド、そういったものをですね、高く持つことはですね、まあ、厳しい音楽業界で戦うためには必要な資質とかですね、スキルかなと思います。まあ、今回はですね、簡単に、まあ、結局まあ、なので総合してますと演奏テクニック、リズム感、あとですね、音楽センス、ライブパフォーマンス力で総合的に上げていきますと、まあ、検証した上ではですね、まあ、深夜の方がうまいかなというふうに思いました。今回のですね、動画が少しでも面白いと思っていただきましたら高評価のグッドボタンとですね、あとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。